ハローアースノイド。いい加減に泥臭いガンダムを作れよ、に対する、ネットの反応をお送りするよ。マジでこんな感じだったよな。宇宙世紀終われ、若手に自由にやらせろ。モビルスーツでボトムズやれ。やぞ、やった結果が絶血やぞ。こいつの肩は赤く塗らねえのかい？異能生存体って意味ではダブルOでやったろ。ガンダムの視聴者層っておっさんなんだから、おっさんだらけのガンダムやれ。女は若いのを出して、おっさんがモテるなろうをやろう。いいな。軍隊じゃなきゃ、キャラやメカとストーリーが、子供臭いのが合わんかったんや。ここまで成長しなかった、主人公アニメ界でもそうそう見ない。クランクに、なんで子供が戦ってるんだ。ミカ、うるさいしね、わい、やるやんけ。この先どうなるんや。結局特に、これといったストーリーの哲学はなかった模様。1話放送終了後すれ、こういうのでいいんだよ。1話だけはなんか良かった。どうしてこうなった。3話あたりまでは神作品の雰囲気かもし出してた。3話くらいまでなら良かった。ヤクザ出たら終わった。だからスタッフ趣味丸出しのヤーさん要素出した。あたりから警告してたろ。3話がピークになるとは思わなかったんやぞ。マクギリスというガンダム史上トップクラスのキャラクターを生み出しただけで価値がある。ギキリ出すククミンの一生見ても面白くないねん。泥臭くってのは生きんなってことやろ。アムロもカミーユも生きりまくってるんだから、それが嫌ならガンダム以外見ろよって話じゃない？何年も同じことやり続けんなってことやろ。そんな団長も死んで7年経つんやな。帰りを倒せてれば最高やったんやけどな。作中最強なのにアホってなかなかないで。アスラン、せやな。序盤は好きやったな。中盤からの失速感半端ないわ。やっぱ宇宙に出るあたりがターニングポイントになる気がするわ。宇宙に行くまでは面白かった定期。7話くらいだっけ。そこまでやね。ずっと稼いでよかったよな。それで独立勝ち取って終わって、劇場版で地球や宇宙出てくる感じで。悪い大人かっこ CGS の食い物になるのが嫌で独立したはずが、特別の悪い大人かっこなぜの犬になり下がったあたりで、あれ、これはおかしいぞって思わなかったやつおるんか。そこより前は確かに名作やったんや。あそこで流れが完全に茶番すぎた&マッチョ弟からの流れでさすがに色々察した感ある。鉄血ずっとその繰り返しやからな。兄貴をバカにするな。これには呆れたわ。そこら辺はまだいくら自分たちでやろう思ってもガキだけじゃどうにもできんし、こっから下克上やろなと思ってたわ。実際はそんなこと全くなかったけど、ヤクザが甘々なせいで徘徊りが言うほど握手でもないのがな。後半自分たちがヤクザの配下だってことをオルが忘れてるし、あの辺の話いる？一時共闘かと思ったら、兄貴、ってあかんって察したわ。ギアスに例えたらルルーシュがなぜの兄貴で、オンギオルガの元延々した働きしてるようなもんじゃん。せやねん。最初は誰の下につくかだとか、クーデリアの身の振り方で、当面の敵が変わったりでその辺の面白みがあったのに、ビスケット絡みからその辺の良さがなくなって叩かれてた。一期の終盤には完全にアンチだらけやったで。流れ変わったのフミタン死亡やろな。その頃にはとっくに評価落ちてたで。年末の謎キスの時点では怪しかったで。コロニー編やし。脚本がゴミオブゴミ。不殺はともかく泥臭さは全くないやろ。ワイワイまでもガンダム関連の戦闘は満足しとるぞ。ラストの衛星兵器に負ける主人公陣営だってありやと思っとる。もういい加減泥臭さとかいう全く定義が一致しない基準持ち出すのやめような。主人公が敵をグロく殺してそれの何が面白いのって話よ。結局はウレ線のキラとバナージアンチが叩きの材料にしてただけで、三日月が敵を殺すことの何がいいのかってことには何も繋がってない。これ、荒探しのための逆張りしてるだけだった。ガンダム一機でやりくりする弱小傭兵団が、柵で勝ってくような話が見たかったわ。ギアス一機みたいな、Gガンダムで十分定期。ガンダム00が最終的に主人公サイドが正義みたいになってたの、批判されてたけど正直正解だったよな。最後ソレスタルビーイングが滅ぼされて終わりとか、やってたら完全に鉄血ルートだった。面白いガンダムって結局どれなんやろな。
ダブルオーとカワイは好きやったけど話が暗すぎるよな。ファーストはおもろいけど古すぎるし。テレビ放送はきついけど三部映画は今でもすごいよ。なんやかんやターネー。ワイは銀河ナム出てきたあたりからクソ盛り上がった。あとやっぱり終わり方が好きやな。ワイその直前くらいで見るの止めてまったわ。というか破綻してるっていう批判が多かった。だからディアナとかヤバい扱いされてるわけやし。ハゲ作品だからしゃあない。やからその批判を受けるのが20年遅かったのが、もったいないなと思うんや。Gレコで叩かれて劇場版でその辺修正したら、ちゃんと良くなってたし。まあその辺含めてターネーって感じやな。割とみんなおかしいし、ちゃんと芯があるのはロラン銀河ナムあたりだけやし、ソシエの恋心も好きやけど。広告の守護者のコミカライズ、エイアン頑張るでー。新作ガンダムのキャラでさ、エイアン頑張るでー。内部に敵がいなかっただけ広告よりマシという風潮。ラクタ死んだ翌週いきなり開幕勝ち込み完了済みで一周飛ばしたか。って思ったわ。よほど戦闘描写見せたくなくなかったのか。頭おかしいマリーは。意欲ってめちゃくちゃ叩かれてたけど、あいつがやったことってそんなに叩かれるようなものだったの？全員アホしかいないからなあの世界。ヤクザを潰しただけやからな。白旗掲げてるけど停止命令無視して戦闘用モビルスーツと一緒に突っ込んでくるヤクザの船とか攻撃するに決まってるのに、叩かれてたのは不憫やったわ。なぜとかサージェストやってること変わらないのに、あの叩かれ方は不憫やったわ。バイルが出るあたりまで面白いと思ってたワイはいたんか？バイル出るあたりしか面白くないな。実弾と打撃武器オンリーにしたんがほんま無能。やっぱビームナイトが面映えせえへん。バイルを手にした時点で勝ち確やぞ。バイルがカスすぎるのと戦闘じゃなく構想で重要キャラが死ぬクソストーリーが全ての元凶。グリムゲルデでガンダムボコボコにしてたモンターク仮面とアブニカヤバイマッキーが同一人物ってマジ？バイルかっこいいのにな。ただの骨董品だもんな。ミカのキャラデザがクソなんも悪いわ。通過鉄火弾を主人公じゃなくサブにして、マクギリス主人公にして、最後大勝利にしてたら割と、ガチに名作になってたやろ。ミカ好きはまだええわ。背も伸びん劣悪な環境で、荒屋敷3つつけるぐらいタフなだけが、取り柄な感じが、周りに筋肉だるまとかおるからわからんくなるだけで。一気で戦局が変わるようなスーパー系やなくて、性能差が小さいのが求められてるんやろ。鉄血は武器は実弾ばっかだけど機体やパイロットは露骨に差がつけられてたやん。なんだかんだガンダムは俺強い系で少しだけ主人公に張り合える敵がおるんが人気やろ。アムロ、カミーユ、ヒーロ、キラあたりがガンダム作品人気トップクラスなんやし。カミーユヒーロは無双していたイメージがまるでないな。高笑いで生きてるところを量産機に落とされたのが一話やしな。ヒーロキラ無双とかいう種役チェッカー。種しはともかく種はキラくん曇らせ物語だったな。わい、クーデリアのキャラでザスコ。エンディングがミーシャじゃなくなって洗脳が解けた感一理ある。歌良すぎて雰囲気でゴリ押しできてた感ある。とにかく展開を大きく動かすコードギアスタイプ化、主人公らの心境の変化を執着的に架空中世紀タイプ化が今の市場の二大売れ線シナリオ。やけど鉄血は中途半端にどっちもやろうとしてて、どっちのファンも定着しなかった感がある。やっぱ泥臭いガンダムは08なんだよな。あとモビルアーマー戦も面白かっただろ。一期終盤のマッキー無双も面白かったし、ガリガリマッキー周辺は面白かったわ。MA 終わった後こんなのがまだいっぱい眠ってんのかよ。ってなったけど全然そんなことはなくて泣いた。マッキーと愉快な仲間たち、かっこ若手セブンスターズ、鉄火団に、しなかった制作陣のミス。ギャグロボットアニメですか。マクギリスが同世代セブンスターズと鉄火団と共に、伝説のガンダムで革命を起こす物語やぞ。